そう、気をつけてね。落ちたらおしまいだから、おしまいだから、死んでも腐りかって話すなよ。皆さんこんにちは。今日は栃木県の那須岳に来ています。あの言わずと知れた百名山の那須岳です。で、今日はいわゆるあの那須岳茶臼岳を登って、でその後三本槍岳まで行こうと思ってます。往復でだいたい6時間ぐらいかかるそうなんで、まあ程よい時間ですね。はい、今日は娘と一緒に来てます。今日からゴールデンウィーク4日間連続で、那須岳をはじめとして福島の山を3つ登って、まあ、合計4つ登る予定なんですけど、今日はその第1日目です。夜はキャンプ場で3日連続、まあ、それぞれ違うキャンプ場で、泊まる予定です。じゃあ行ってまいります。登山道具書いてた。お気をつけてね。あ、なんか階段ができてるからその通りに歩いてきて。足のくぼみができてんじゃん。あ、すごいねそれ。
先行って、あ、おっさん先行くわ。そう、気をつけてね。落ちたらおしまいだから、おしまい、おしまいだから、死んでも臭いかって話すなよ。強い。朝日岳の分岐点のところに来ました。で、朝日岳には後ろに見えてるのが朝日岳です。朝日岳には寄らずに三本槍岳を目指します。こっからだと朝日岳まで、まあ、10分ぐらいで行けるみたいなんですけど、三本槍岳を目指します。
こっから下りか。下りはなんかさ、膝痛くなんだよね、下りって。もうすごいね、ここから見るのなかなかいいな。あれ丹沢を思い出すな。丹沢もこんな感じだったよな。あ、え、そんななの。最近行ってないね。また行こうぜ。山バッジをさ、取り戻しに行かなきゃ。なんか滑りそう、気をつけてね。ここで滑って足とかひねったら嫌だな。着いた。トラ着いた。めっちゃいい匂いしてる。三本槍岳到着。それなんですか？小麦粉です。小麦粉と水と卵を混ぜ合わせて。何がしたいわけ？好み焼き。だいぶ焼けてきました。その袋、ゴミ袋として使うの？まあなんか落ちたけど。よっしゃー、きたー。お好み焼き、風で飛ばされそう。かつお節とかないけど、青のりとか、まあね、はい、どうぞ召し上がってください。じゃが、はい、大丈夫、火取ってる。うん、大丈夫、シャキシャキ。本当？じゃあ火取ってないってことじゃん。美味しいで。美味しい。生地食べてみる。じゃあ、じゃがいも、人参、玉ねぎ、魚肉、ソーセージで作ったお好み焼き。超うまい。本当？マグロ丼の好きだね。本当だよ。見た目がちょっと良くないけど。うん。よし、じゃあいただきます。はい。じゃあ昼飯も食ったし、下山するか。はい、よし、じゃあ帰ろう。風強くて寒いな、ね、忘れ物ない？ないです。 OK、 じゃあ帰ろう。よし、最初の鳥戻ってきた。出た、山の神。おう、よっしゃ、あー、よかった。お、さ
さすがにパトロール隊の人たちもいないね。中でお茶飲んでんのかな。よっしゃ、よし、お疲れさん。イエーイ。うん、やろう。駐車場ほとんど車がない。すごい。3泊4日の1日目終了。はい、那須岳終了。なんか楽しかったね。すごいさ、火山ダイナミックだったな。なんかちょっと怖い。なあ、怖いな。怖かった。怖いです。はい。荒々しかったな。ちょっとね、落ちたらさ、うん、もう死ぬみたいな。な、そう、そういうとこあったよな。石が尖ってたから。うん、鎖場も怖かったな。怖かった。うん、落ちなかった。よかったよ。じゃあ1日目終わり。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。中吉と親子の登山日記を最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。チャオ。バイバイ。